this. なんか面白いことないかね。あら、お暇なんでしたら家事などお手伝いはどうかしら。じゃあお前はどうなんだよ。私は暇じゃございませんもの。何？じゃあ何してんだよ。これを。おお、温泉か。いいね。でしょ？で、どこへ行こうか考えていたところなんです。どこへ行くって？お姉様、温泉よ。ささみはどこがいい？やったー、遊びに行けるならどこでもいいよ。私も行ってもいいですか？もちろんです。うわー、じゃあそうね、登別なんかがいいんじゃないかしら。思い出した、アロマ性だ。よし、決定。決定って、あなたね、もうちょっと勝手に決めないで。うるせえな。どうせ行くんなら惑星一つ貸し切り状態のところがいいだろう。そんなところがあるの？私たちだけしかいないんですか？おうよ、未だ人の住んでいない未開の星なのさ。でもな、あの温泉は最高だぜ。景色もいいしな。わあ、行きたいな。行こうよ、お姉様。そうね、たまにはそういうところもいいかもね。やったー、じゃあ天智兄ちゃんにも行ってくるよ。涼子の知ってる温泉？大丈夫かな。ねえ、行こうよ天智兄ちゃん。ああ、でもちっちゃんが。その心配なら無用じゃ。たまには息抜きも必要じゃろうて。みんなで行ってこい。神社はわし一人で守っているよ。にゃー、相変わらず騒がしい連中じゃの。わしもちょっと行きたかったな。さーて、アローマ製までまだ時間があるからどうしようかな。頑張ってくれよ、涼気。にゃーわー。涼子、その温泉って本当に大丈夫なんだろうな。そうですわ、涼子さんのいいところなんて眉唾ものですからね。なんだとてめえ、大丈夫だって言ってんだろ。そんならいいんだけど。多分。なんか言ったか？ん？あ、いや、何も言ってねえよ。まあ、大船に乗ったつもりでいろよ。
泥船の間違いじゃなければよろしいんですけど。天地様、温泉に着くまでトランプでもやりませんか？あ、ババ抜き以外ならいいぜ。アイカには悪いからな。なんですって？まあまあ、二人とも。ささみちゃん、嬉しそうだね。そうだな、温泉なんて久しぶりだもんな。楽しみですわね、天地様。そうですね。天地様、あちらに行きましたら、何ですか？なんであなたがここにいるのよ。私はただお話に入れてもらおうと。さあ、アローマ星までまだ時間があるから、てんち、ちょっとこっちへ来いよ。なんだよ涼子、こらやめろって。ああ、涼子姉ちゃん、天地兄ちゃんは今ささみとお話ししてるんだよ。楽しみですね、三好さん。何がですか？温泉ですよ、温泉。ああ、そうでした、温泉に行くんでしたよね。そうです。そういえば、ワシュちゃん、今日は一日中研究するって言ってなかった？あ、そうだった。新たに発見した原子の結合反応を見てる途中だったのよ。それって危険な研究なんじゃないですよね？それが分かんないから研究してんじゃない。はあ、じっちゃん大丈夫かな。なりょうこ、なんだい、てんち。あ、おい、りょうこ、お前何飲んでんだよ。へへ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 へ
うん、大丈夫よ、テンチ。何が大丈夫だよ。ほら、それをよこせよ。ああ、落としちゃった。みゃ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 。あ、やべ、容器がフラフラだ。テンチ、水。あ、ほら、水。見えた、アローマ製だ。本当だ、綺麗な星ですわね。
うん、そうだろうそうだろう。ま、あなたの知ってるところにしてはいいところのようですわね。ふっ、素直じゃねえな。ゲハッ、はやい。もうすぐだね、天智兄ちゃん。そうだね、ささみちゃん。はにゃー、もう着いたんですか。ほら、さっさと起きな。大気圏に入っちゃうよ。よし、涼気、一気に行くぜ。綺麗なところだな。ああ、空気もうまいや。そうだろ、天地。いいところだろ。静かなところですわね。心が洗われるようですわ。これでどこかの性ある女の心も洗われればよろしいんですけれど。誰が性ある女だって？もう誰もあなただとは言ってませんわよ。くっ、言わせておけば。この南京虫な、なんですって。むっきー。まあまあ、二人とも落ち着いて。おめえら黙ってろ。すいません。あんたたちはどこに行ってもうるさいわね。早く温泉に入ろうぜ。静かでなかなかいいところですね、愛香さん。でも、私は天智様と二人っきりでここに。愛香お姉様、誰もいないところで何ブツブツ言ってるの？あら、楽しいかい、ささみちゃん。静かでなかなかいいところですね、三星さん。はい、こんなに静かだと今夜はぐっすり眠れそうですね。さっきあんなに寝たじゃないですか。たまには自然と戯れるのもいいもんでしょ。そうね、たまにはいいわね。そうだぜ、研究ばっかりして運動しないと余計なお肉がついちゃうぞ。もう、うるさいんだってば。楽しいかい、陽気。みゃーみゃーみゃー。早く温泉に入ろうぜ。早く温泉に入ろうぜ。空気がとても美味しいですよ、愛香さん。ええ、そうですわね、天智様。なに、気取っちゃって、まあ。
何よ、なんだって言うのよ。ささみちゃん、今日は何して遊ぼうか。ねささみ、スピードマウンテンに乗りたいな。ね、空気もとても綺麗ですよ、三好さん。あら、こんなに綺麗だと空気清浄機なんていりませんね。ね、ここはあったかいね。波長が X 線より長くて、可視光線よりも短い電磁波がちょっと地球よりも多いみたいね。何ですかそれ。水銀島なんかで人工的に発生させられる電磁波のことよ。わかるでしょ。わかりません。楽しいかい、両沖。たまには自然と戯れるのもいいもんでしょ。そうね、たまにはいいわね。ところで涼子、温泉はどこなんだ。そこら辺にあるんじゃないの。あなたまさか温泉の場所を知らないんじゃないでしょうね。まあ固いことは一個なしだぜ。まさか。たまには自然と戯れるのもいいもんでしょ。そうね、たまにはいいわね。楽しいかい、ささみちゃん。たまには自然と戯れるのもいいもんでしょ。そうね、たまにはいいわね。みゃみゃみゃ。なあ涼子、本当に温泉の場所知らないのか。ここに来たの初めてだし。なんですって。だってあなたがここの温泉は最高だって。ああ最高だぜ、噂だけどな。なんですって。よくここまでたどり着けたな。
さあ、日が暮れる前に温泉を見つけませんと。小鳥のさえずり、爽やかな風で揺らめく木の葉。ああ、なんて気持ちの良いところなんでしょう。あれ、源氏兄ちゃん、道が二つに分かれちゃった。本当だ、どっちに行けばいいんだ。おいおい、こんなとこなんかに温泉なんてあんのかよ。何言ってるんですか、涼子さん。元はといえばね。まあまあ。もう、うるさいんだってば。何してるんだ、涼子。あ、天地、これだよ。うまそうだろ。あ、うまそうだな。あら、美味しそうですわね。私も喉がカラカラでちょうどよかったですわ。涼子さん、私にもくださいな。何言ってんだい、お姫様。これは私と天地の分なんだよ。欲しけりゃ自分で取りな。ほらよ、天地。はい、彩香さん、どうぞ食べてください。え、天地様、そんな。私、この果実は地雷王家家宝として大切にいたしますわ。彩香さん、遠慮しないで食べてください。それでは、お言葉に甘えさせていただきますわ。お前のことが気になっていたんだ。涼子さん、私もあなたのこと、本当は。ああ、あえか。涼子さん。いって。ワシュ、てめえ何すんだよ。なんですの、ワシュさん。どうやら元に戻ったみたいね。はあ？
どうですか？温泉はありそうですか？いや、ないね。どうですか？温泉はありそうですか？全然見当たりませんわ。どこかのおバカさんがこちらだと言ってましたけど、全然見当たりませんわね。なんか言ったか？おい涼子、今度は何をやってるんだ？あ、天地、これだよ。うまそうだろ？ほんとだ、うまそうだな。てなわけないだろ。何でも取ってくるんじゃない。チュ？どうだい、ささみちゃん。ないみたいだよ、天神兄ちゃん。どうですか？温泉はありそうですか？いいえ、どこまで行っても森の中ですわ。もういつになったら温泉に着くんだい？アイカさん、着物じゃ歩きにくくないですか？いいえ、これがジュライオ家第一王女たるたしなみですわ。あらあら、なんだよ、温泉はまだかよ。どうですか？温泉はありそうですか？いや、ないね。早く温泉に入ろうぜ。どうですか？温泉はありそうですか？全然見当たりませんわ。どこかのおバカさんがこちらだと言ってましたけど、全然見当たりませんわね。どうだい、ささみちゃん。りょうちゃんはどう？ないみたい、天智兄ちゃん。にゃにゃにゃ。なんだよ、温泉はまだかよ。どうですか？温泉はありそうですか？全然見当たりませんわ。どこかのおバカさんがこちらだと言ってましたけど、全然見当たりませんわね。本当にどこまで行っても森の中ですね。早く温泉に入ろうぜ。どうですか？温泉はありそうですか？全然見当たりませんわ。どこかのおバカさんがこちらだと言ってましたけど、全然見当たりませんわね。どうだい、ささみちゃん。ないみたいだ
天智兄ちゃん。どうですか、温泉はありそうですか。いいえ、どこまで行っても森の中ですわ。なったら温泉に着くんだい。のはそんなにやわじゃないさ。大丈夫かい、天智。いってててて、ひどい目にあったぜ。みゃーみゃーみゃー。なに、りょうちゃん。すごい。はあ。みゃーみゃーみゃよかったな、両木。まあまあ、なんだよ、どうせなら人参なんかじゃなくて酒やつまみが植えてありゃいいのにな。こらこら、もう夢がないですわね。夢だけじゃ腹いっぱいにはならないぜ。どうしてこんなに人参が。誰か住んでるんでしょうか。不思議ですわね。ほら天智兄ちゃん、ちょっとりょうちゃん見て。まあまあ。よかったな、両王旗。まあ、私一人じゃこんなに食べきれませんよ。あのね、どうしたの？天智殿、この人参はいい出来よ。通常の人参と比べてカロチンがより多く含まれてるわ。サンプルに一つ持って帰りましょう。まあまあ、よかったな、両王旗。まあまあ、両王旗、大喜びだな。よかったな、両王旗。食い放題だぜ。にゃーにゃーにゃー。不思議ですわ。あれ、ワシューちゃん、まだ何かあるの？もう天智殿、土も忘れずに持って帰らなきゃダメじゃない。はあ。ねえ天智兄ちゃん、
この人参、勝手に食べちゃってよかったのかな。よかったな、涼希。な、涼子。なんだい、テンチ。不思議ですわ。ここに住んでる人がいるんでしょうか。どうなんでしょうか。涼子、今何か変な声聞こえなかったか。いや、聞こえなかったぜ。お化け人参が出るわけでもないしそんなの聞こえるわけないだろ。アシュ、こいつ本当に大丈夫なんだろうな。大丈夫よ、海底版宇宙生物図鑑ではそう書いてあんだから。本当かね。本当ですよ。わあ、喋った。助けてくださってありがとうございます。わしゃ杉浦じゃ。杉浦族杉浦家長男の息子のいとこにあたるのじゃが、まあ一応この湖の主をやっとる。ちなみにさっきの人参は雷蔵といって、人参を作って生活している人参なのじゃが、これがまたなんというか青臭いというか赤臭いというか。はあ、そうですか。
ワシューちゃん、杉浦さんは人間と話すことができるんですね。海底版宇宙生物図鑑にはジンゴが扱えるなんて書いてなかったわよ。これは発見だわ。本当に大丈夫なのかこいつ。杉浦さん、東側の岸辺に行っていただけますか？いいとも。